皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、いろんな国とか県とかにね、旅行に行ったりとかしてるんですけど、その中でも質問の多い持っていくべきもの、旅に必要なものですとか、 What's in my ポーチみたいな感じで、私の旅行用のバッグやカバンに必ずと言っていいほど持ち歩いている、入れているものを紹介していきたいと思います。よかったらね、参考にしていただけたら嬉しいです。ということで、どうぞ。まずですね、じゃん、こちらはいろんなねブランドさんから出ているので、一概にこれっていう風に決めてはいないんですけど、ミニ三脚です。これは旅に持っていくと YouTuber じゃなくてもすごく便利だなと思っていたので紹介していきたいと思います。ちょっとね、ここにいたんですけど今不在で、代わりにこうこんなものですっていう写真をね、あったら載せていきたいと思うんですけど、こんな感じのボタン付きのミニ三脚。こちらはですね、まずこんな感じですごく伸びるので、いい感じに自撮りもできます。自撮り棒としても役目を果たしてくれるっていうのと、もちろんね、足がついているので広げて三脚として立たせて、遠隔操作みたいな感じでボタンでも撮影ができます。ヨーロッパとかでもなんか、まあもしね、こういう写真撮りましたっていうのが上げれそうなのがあったら上げたいと思うんですけど、自撮り棒としても、そして遠隔操作で遠くからでも撮影ができるっていう点でおすすめです。はい、次がですね、特におすすめ、こちら、じゃん、こちらはですね、 SIM カードっていうものです。 SIM カードって何って感じだと思うんですけど、携帯に挿して使うもので、海外で携帯を使う時って Wi-Fi を別で持ち歩いて、それでこう通信できるようにして使ったりする方がとっても多いと思うんですけど、私もね、持ち歩き Wi-Fi を空港とかで借りて旅行に持っていくっていうことが多かったんですね。でもこちらの SIM カードは携帯に差し込めるんですよ。なんか携帯の横にこうね、実はね、カードみたいのが入っていて、そこに携帯が使えるようなチップみたいのが入っているんですけど、そのチップを海外版に変えるっていう感じです。そうすると海外で使っても普通に Wi-Fi がなくても日本で使ってるみたいに使えるし、変に通信料がかかったりもしません。このカードを買う金額だけで、これだとここに 4C って書いてあるんですけど、それだけ使えますっていうものです。Wi-Fi とかを借りる時も、例えば何十ギガだけ使えますとか、そういう風に契約されると思うんですけど、そんな感じでこれだと 3GB って書いてあるので、それだけ向こうで使えるっていう感じです。持ち歩き Wi-Fi と SIM カードの違い、持ち歩き Wi-Fi は持っていかないといけないものが多かったりとか、充電器とかも必要だし、充電しないといけないんですけど、こっちはただ携帯に挿すだけなので、携帯を充電すればそれだけでもちろん OK です。荷物も軽くなるし、とてもやりやすくて、私的にはね、すごくいいです。で、これ自体もすごく高いかって言われたら全然大して変わらないっていうか、何十ギガのものを買うかとかにもよるんですけど、むしろこっちの方が安いんじゃないかなっていうくらい、持ち歩き Wi-Fi とかを使ってる方とかはね、ぜひこの SIM カードも検討してみてください。次はですね、こちらちょっとまとめちゃってるので撮りますね。これはスリーピングマスクです。以前からね、パックを旅行中に持って行って、すごく疲れてもうすぐ寝たいっていう時でも、もうシートで落としてメイクをね、で最悪パックして寝ちゃうみたいなこともあるですけど、それぐらい旅行中って結構すごい遊んだり歩き回ったりとか、いろいろある予定が詰め詰めのこととかも多いと思うので、そういう時にね、こういう寝たまま使えるスリーピングパックっていうのはすっごく便利だと思います。もうね、そのままバタンキューってしちゃっても大丈夫です。なので一番やりやすいなって感じるのは、メイク落とした後にこう保湿させて、その上からこれをクリームみたいな感じかな、これは歯科ケアのマスクなんですけど、旅行中ってホテル乾燥してたりとか、加湿器とかついてるホテルだったらいいんですけど、結構格安のねホテルとかだと乾燥を感じやすい部屋だったりとか、部屋の設計上もう枕元にガンガンこうクーラーとかが当たる設計になってたりとか、結構予想外な状況に置かれて乾燥する場合とかもすごくあると思うので、そういう時にあると便利だし、あとは飛行機機内ってすごく乾燥しやすいと思うんですけど、そういう時でもすごく便利です。イニスフリーのとかも使ったことあるんですけど、スリーピングマスク、それもすごく使いやすくて良かったです。こちら、じゃん、こちらはですね、ニネイクのヘアオイルです。ヘアオイルっていうジャンルっていうよりかは、もうニネイクが旅行中にすごく最適だなっていう風に私は感じていて、私の
とある日のモーニングルーティンみたいな動画を作った時にも若干これをね出て使ってたと思うんですけど、旅行中以外でももちろん使ってるんですけど、特に良さを実感できるなと思ったのでこれも紹介します。ヨーロッパにも持って行ったんですけども、水がまず違くてですね、日本は軟水っていう柔らかい水なんですけど、向こうでは硬水っていう水で、髪がね硬くなったりごわついたりとか、まあ、日本人に合わないのかな、何なんだろう、でもちょっとねダメージヘアになりやすい水なんですよね。なので普通のケア、普段通りのケアだとそれでもちょっとごわつきを感じちゃうなっていう風に前回にヨーロッパに行った時に感じて、なので今回はこちらをね持っていきました。こちらが無添加で悪い成分が入っていなくて、パラベンフリー、ハノキシエタノールフリー、合成着色料サルフェート、鉱物油、合成ポリマー、アウリル硫酸ナノ A っていう、この7つが全て含まれていなくて、従来の商品には含まれていたようなそういうねものも含まれていません。そして人型幹細胞っていうその独自開発のものも含まれていて、それプラスね3種の植物性幹細胞が含まれています。外側をねただキューティクルをサラサラに作るだけじゃなくて、内側にもすごくこう効き目が高いもので、旅行中におすすめしたいのはなぜかっていうところなんですけど、他のヘアオイルと全然違うっていうので、頭皮とかにも使えてもちろんすごくいいんですよね。なので私は2プッシュぐらい出して髪の端からこうだん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 と上に使っていって、最後頭皮を揉みほぐしながらつけてあげるっていう風につけてあげて使用してます。まあ大体がお風呂上がってドライヤーする前にそういう風に揉み込んでドライヤーをするっていうのがメインで使用する時なんですけど、その他でも乾燥を髪の毛に感じた時とか、ヘアスタイリングとしても程よいサラサラ感のオイルなので、ベタベタに見えずにさらっとこうまとまってくれて、今もねこれでスタイリングしてるんですけど、こんな感じでツヤ感を残しつつもしっかりとスタイリングをキープしてくれるっていうのでも使えます。なのでヘアオイルって書いてあるんですけど、私としては美容液としても使うし、スタイリング剤としても使うし、もちろんオイルとして内側を保湿させるっていう意味でも使いますし、本当にねいろんな使い方があって、これ1個持っていくだけで旅行で髪のダメージを感じた時とかにいろいろ柔軟に使えるのでとってもいいと思います。私はね特にヘアカラーをすごくするし、何回もブリーチしてる毛なので、普通の人よりもだいぶ元が傷んでいる髪なんですけど、そんなヘアだからこそこれを使うとより浸透してくれてキューティクルが戻ってくる感じが実感できます。下にね URL 貼っておくので、よかったらねチェックしてみてほしいです。はい、ということで今回は4つの商品を紹介してみました。特に今回一番ね最近使って実感していたこのリネイクに力を入れて紹介したんですけど、すごく良かったのでぜひともね使ってみてほしいです。今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッターもやっているので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。